にちは。あ、こんにちは。ちょっと見てくださいよ。ずっとマフラー磨いてる人いるんですよね。めっちゃ頑張ってる。めっちゃ頑張ってますよ。これ、うるさいっすね。あれ、マフラー磨いて、あと20工程ぐらい踏んで、メッキに近づけて、耐熱クリア塗るみたいな。何ですか、はい、何やるんすか。すごいっすよね。今何やってるんですか。あの、前回、ミラジーノのエンジンのヘッド、ガスケットとかなんか、いろいろブレーキとかやったお客様なんですけれども、こちらのセリカ、乗られてて、症状としまして、右のブレーキの固着で入ってきました。ミラジーノと全く同じ症状ですね。でちょっと見てもらっていいですか。セリカ、ツーポットってあの、ピストンが2個入ってるブレーキなんですよね。多分どっちかが固着か両方固着してる。ちょっとまだ見てないんですけど。一回今、離した感じで。で、これをオーバーホールしていくよっていう作業になります。整備動画ですね。整備動画ですね。起きた時もね、ホイール、また、チンチンに扱ってる。チンチンに扱ってますね。こっちだけね。で、まあ、ローターとパッドは、ちょっと見てほしいんですけど、まあまあまあ大丈夫かなっていう感じなんで、このまま一回使ってみてダメそうだったら交換しようかなっていう感じですね。まあこれをバラしてやっていきますんで、またちょっとちょっとちょっとってやっていきまーす。お願いします。お願いします。はい、セリカのキャリパーなんですが、今ちょっとエアーをここのブレーキホースの穴から吹いて、ピストンがどっち固着してるのか見たところ、ちょ、右側の方が全く動かないのでこっちが固着してるんですね。でこっちは動いて出てきたんですけど、まあ、両方ダメですね。これをさ、取るの結構大変ですね。頑張って取っていきます。まあ、もし取って、この中がものすごい錆びてたら、このキャリパーごと交換になっちゃうんで、一回ちょっと見てみてですね。ピストンはちょっと使えないかな、もう。きっと結構錆びてます、この中。もうちょっと進めようと思います。はい、さっきの運転席側のキャリパーなんですが、もう完全に錆びてですね、キャリパーとピストンがくっついてます。ちょっと見にくいんですけど、いやもうこれはキャリパーごと使い物になりません。交換します。セリカのブレーキキャリパー、こっちがオーバーホール完了したホースで、あれがもう片側のキャリパーのスベルですね。ここを見てください。ちょっとね、サビでキャリパーとピストン固着してる。うわ、一緒になってそれ動かないよね。うん、まあ、頑張って外しても中ガチガチに傷ついちゃってるからあんまり良くはないですね。っていうことで中古のキャリパー買いましたけど、高かったね。ただったね、びっくりした。まあ探してる人もいっぱいいるんだけど、うん、結構乗ってる人いるもんね、うん、もう新品作ってないですよ。そうだよね。そんな感じで片側も、まあ、こっちが一番ダメになってた方だから、まあ、こっちもね中古買ったけども、うん、オーバーホールして、そうですね、車に装着していこうかなと。まあシール新品あるし、うん、あのこれシールキット買ったら左右分絶対届いちゃうんですよ。そう、ね、だから、まあ、片側とは言わずに、うん、まあ、両方、ね、やった方がいいと思うんでね。そう、前働いてた、板金屋さんのね、うん、社長がね、お、なんで片側もやってんのみたいな、うん、ダメだったの片方だけじゃんみたいな、うん、いやシール両方入ってきてるも両方やりませんって言ったら、いやいいんだって片側だけでみたいな
そういう人もいましたね。まあセットでやった方が本当いいよね、せっかくあるんだしね。よくわかんない僕にはね、うん、お客さんもだってこれ両方分のお金払ってんだよ。そう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 、なのになんで片方しかやってないのみたいな。指定部品代はまともに請求してね。そう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 、そういうのやめよう。そういうのやめよう、そういうのやめよう、よくないっす。そういう人結構いるけどさ、そういうのやめよう、ちゃんとやるべって。うん、じゃあそんな感じで残りの作業お願いします。はい、はい、中古の方のキャリパーばらしてみました。結構ですね、錆びてる、まあ汚れですね、これグリスが古くなって結構やばい感じになってるんで、ちょっと磨いて見てみます。2個入ってるんですか、弾丸みたいな。そう、ツーポットってやつ。ツーポット、安い車はワンポットって真ん中に1個、はい、高い車は対向フォーポットとか。あ、フォーポットになるとこっち側にもある。こういう場合もある。これが 1,2,3,4 って。ブレンボとかはそうなんじゃないかな。あんま僕速い車あんま興味ないからね。そういうのあんま見たことないんだけど。今回セリカ一応スポーツカーですもんね。そうそう。あんまね、そのスポーツカーをいじるっていう機会が僕はなかったんで、あんまり興味ないんですよね。むしろインパラみたいにフロントもドラムブレーキみたいな古い車やりすぎて。だからキャリパーディスクブレーキのこれやるより僕はドラムブレーキやった方が早いからでも普通みんな逆なんだけど、ドラムブレーキいっぱい部品あるから。オールドスクールの作業みたいな。お前どんだけ古い車ばっかりやってきたのっていうでもこれさ、中古だけどめっちゃ高かったんだよね古い車はお金かかりますね、特に日本車。もうそういう面も考えて僕日本車乗れないもんすぐ部品なくなるでしょ。だから僕インテグラ乗ってるじゃないですか。はい、あれ自分でラジエーターコアぶっ潰したことあるんですよ。え、何？いや、なんか勝手にジャッキ倒れたんだよねジャッキ倒れてフロントのメンバーとラジエーターコアの間にね、ジャッキの皿挟まってね、なんでそんなこと起きるのっていう感じなんだけど、自分でも分かんなかった。それでラジエーターコア、まあ1万ぐらいだべと思ってちょっと探したっけ、そもそもなかった1万もクソもない。部品屋さんに聞いてまずないって言われて。いや、そう、ないって言われて、その後じゃあネットで自分で、そう、ヤフオクで見たけど、今度ね5万とかするんだよね。嘘でしょみたいな、中古だよみたいな。で、車外買えるよね、アルミ三層コアとか。どうしようと思ってたっけ、あれ EG シビックと同じ部品なんですよ、ほぼ。ああ、はいはいはい、そう、だから EG シビックで調べたら出てきたから、それで積み替えた。日本車めんどくさいみたいな、アメ車だったらもうすぐあるもんね。もうすぐアメ車に例えちゃうねここ日本だよってよく言われるけどダメだろ、うん、インテグラは売る気ないですか。売りたい。あ、売りたいんですか。一応そう、めっちゃ売りたい。今度動画出しますか。うん、そう、買ってください。みんな、僕ノリと勢いで買っちゃったんですけど、うち車めっちゃあるんですよこの間税金だったじゃないですか、皆さん。25万払ってんすよバカでないってねー
件引っかかるかもしれないじゃん。歌ってて。ダメです。はい、なんていう曲名だっけ？アゲイン。アゲイン。最近僕たちハマってるんですよ。そうですね、最近なんか。マックとかディスクとかかかんないですね。こ懐かしいね、歌謡曲をね。歌謡曲ばっかり取りにくいんだよ、あれがかかってる。ダメかい。何言ってるんですか。これシムグリスってあのブレーキパッドのこういう当たり面、当たり面っておかしいね、表現おかしいね、あのこういう部品にこうパッドってくっつくじゃないですか、はい、そこのこう擦れる部分とかあとこうピストンとか、ピストンとパッドって当たるじゃないですか、はい、そこにこう縫ってあげるもの、こう結構縫んないで組む人結構いるんだけど、そうですね、もう初めて見ました。そうダメよ。これもグリスだから。パッドってさ、これにくっついてこなきゃダメだ。こうやって、ぐっぐって。ああ、はいはい。それができなくなっちゃう。そんな感じで組んじゃいました。チャッチャッチャッとね。まあ、後でちょっとエア抜きの動画とか。まあ、ここも、ここのゴムとかも全部新品に変えました。で、中のシールでしょ。でこういうとこもあのグリス塗り直してって感じですね。あとここのホース、ブレーキホース見えます。この動画車ホースに出てたら OK ですね。これ当たり前なんだけどさ。さっきのあのでっかい弾丸みたいなのが、うん、動かなかったから、そう固着してあのプって出た状態でさ、固着したらさ、ずっとパッドをグーって押してる感じになっちゃうね。だブレーキ踏んで離したらあのさっきの弾丸みたいなやつが戻るよ、こうやって。そしてパッドが離れる、で踏んだらまた戻ってくるっていう、そういう流れなんだけど、あれが固着しちゃうと出っ放しとか出なさすぎとかっていう感じだよね。出なさすぎだと効かないし、そう効かないし、出っ放しだとずっと聞いちゃう。聞いてて。あんま良くない。スピード出なかったり。そうだね。あとはホイールが熱くなって。で、ひどい時はバーストする。2回ぐらい見たことあるかな、バーストしたやつ。これが右側のフロントのブレーキになったもんね。これでじゃあもうあとは元に戻して。あ、向こう側。そう、向こう側もキャリパーつけなきゃ。ジェッ踏みっぱね。ちょっと踏んでみて。じゃあ、試運転ですね。はい。ちょっと乗ってみました。すごいね。久々、こういう車乗った。ちょっとブレーキしますよ。おお、まっすぐ止まる。まっすぐ止まる。これどっちか固着してたらどっちかによるんですよ、こうやって。ああ。調子いい。キーキーとかも言ってないんで、吸ってる感じもないですね。ゴミ収集車ね。今の音はゴミ収集車。ね、ブレーキバッチリ。もう熱くない。バッチリです。これで安心してブレーキかけて乗れると思いますよ。よかったよかった。めでたしめでたし。
で、またなんか変なやついるんでちょっと行きません。大丈夫ですか？何車盗もうとしてんの？